悪かったな、ガキども。もう大丈夫だ。そこから出てきていいぞ。でも。もう何にもしねえよ。ほらほら、お家に帰りたいんだろう。ケツが痒くなるぜ。ほれ、さっさと出てこい。言ったろ、この扉は開くべき運命の時だけ開くって。おめえが悪魔ザイガスを倒してくれたから、こうして扉は開き、ガキどもはお家へ帰れるんだ。ありがとうよ。礼を言わせてもらうぜ。ありがとう。ポルフィアのみんなを助けてくれて。ねえ団長さん、どうしてポルフィアの町の子供を悪魔は食べようとしたの？そうさな、おめえらに一つ昔話をしてやろう。昔昔のお話さね。違いないな。違います。なんだと？私は
姫様なんだから、アルウェオーシタン様って呼びなさい。ふざけるな、頭からバリバリ食ってやるぞ。やん、怖い、怒った怒った。君、このバカ娘め、まあよい、貴様はアルウェ。チッチッチ、かわいいアルウェ王子ちゃん様だもん。貴様はかわいいアルウェ王子ちゃん様に間違いないな。そうだけど、あなた誰？この大陸のどこかにプクリポの救世主が生まれているはず。そいつの居所を予知してもらおう。やだ。アルウェ、そういうの予知したくない。予知しないのならそれでもよい。お前を殺し、プクリポの子供たちを片っ端から食らってやるまでよ。そういう悪いことはダメよ。恐ろしいか、恐ろしいだろう。ならば言うことを聞け。プクリポの救世主の居所を私のために予知するのだ。救世主君はまだ生まれてないの。なんだと？いい加減なことを言うと承知せんぞ。本当よ、本当なのよ。救世主君はまだいない。でも、もうすぐ、これから15年の間にオルフェアのどこかで生まれるの。ほら、予知してあげたわよ。今度は私の言うこと聞きなさい。なんだと？約束して。15年間絶対にオルフェアの子には手を出しちゃダメ。15年経ったらオルフェアの子を全員食べちゃえばいいわ。でも、それまでは絶対ダメなの。何を言い出すかと思えば、たった15年ぽっち待てばよいのだな。悪魔にとってはほんの一眠りよ。よかろう、お前と契約を交わしてやろう。これから15年の間はオルフェアの子供には決して手を出さん。ただし、15年後の今日になったら好きにさせてもらうぞ。15年後の今日、オルフェア中の子供を皆殺しにし、救世主を始末してくれるわ。ご苦労だったな、アルウェ。予
地の褒美に、お前はいずれ苦しむの世を殺してやろう。5年後に救世主君がいるのは私、わかるの。アルエのやつがオルフェアに里帰りして一人息子のラグアス王子を産んだのはそれから1年後のことだった。悪魔なんざと契約したせいなのか本当のとこはわからねえが、アルエはそのひどい死に方をしちまった。住んでた家もろとも一晩でミイラみてえに干からびて死んじまったと聞いてるぜ。じゃあもしかしてアルエさんはノートに三つ目の願いを書いちゃったの？さあな、俺にはわからねえ。でもこれだけは確かよ。アルウェはオルフェアのガキどもを悪魔から守るため15年後の今日町中の子供をさらえと俺に頼んだのさ。子供さえ隠しておきゃ強い旅人さんと三日月の紋章の強者が悪魔ザイガスを倒してくれるからってな。おっと、ついつい長話になっちまったぜ。本当にすまなかったな。おめえには礼をしたいから後でサーカステントへ来てくれ。絶対だぜ。おいガキども、オルフェアの町へ帰るぞ。ここか、圧巻ナブレットのアジトは。かような場所に不似合いな。いかにも怪しい扉を発見。圧巻ナブレットめ、神妙にお縄にかかれ。なんであるか、この妙な場所は。あ、開けてくれ、誰か助けて。
Ladies and gentlemen and オルフェアロチルドレン、そして勇敢なる旅人、この方こそがオルフェアの子供たちを魔物の手から守った英雄です。どうぞ盛大な拍手を。ありがとう。やー、かっこいい。さて皆様にまずはお詫びを申し上げねばなりません。魔物から隠すためとはいえ、オルフェアの子供たちをさらい閉じ込めたこと、誠に申し訳ございませんでした。皆様をお騒がせしたお詫びとして、当ナブナブ大サーカス団は本日をもちまして解散。私も町長の座を退き、このオルフェアから出ていきます。え、そんな。町長まで辞めちまうのかよ。ナブレットのおじちゃん、僕さらわれた時は本当に本当に怖かったけど、でもおじちゃんがさらってくれなかったら僕たち魔物に食べられてたんだもん。おじちゃんは悪いことしてないよ。なんだよフッタ、弟のくせに僕が言いたかったことを先に言うなよ。ひどいよ兄ちゃん。そうよ、ナブレットさんがさらってくれなかったらみんな死んじゃってたかもしれないわ。ナブレットさんはいいことをしたのよ。だからサーカスをやめないで。僕たちサーカスが大好きなんだ。そうだ町長、あんたがやめることないわよ。またナブナブ大サーカスが見たいの。お願いナブレットさん。すまねえな町の衆、ガキどもにあんなひでえことをしたこの俺だってのに、すまねえ、すまねえな。オルフェアの町の衆と子供たちにそこまで言われちゃサーカスをやめるわけにはいかねえぜ。よし、そんじゃ仕切り直しだ。新生ナブナブ大サーカス団の素敵なサーカスを心ゆくまでお楽しみやがれ。旅人、君の勇気をたたえ、新生ナブナブ大サーカス団のアクロバットケーキ第1号をプレゼントいたしましょう。遠慮しないで召し上がりやがれ。英雄に今一度盛大な拍手を。